和歌山県の取り組みをお伝えするきのくに21。今週も始まりました。脇谷佳菜子です。三浦紀美です。よろしくお願いします。それでは早速今週の特集を紹介しましょう。前半は地震から身を守るためにと題した地震対策を紹介。知事と語るでは子どもの自立を育む教育の推進について仁坂知事が語ります。今週も県政の話題と和歌山県の情報を詰め込んでお送りいたします。それではきのくに21スタートです。21前半は地震から身を守るためにと題した地震対策についてお伝えします。東日本大震災、熊本地震と大きな地震が続いていますし、南海トラフ地震も懸念されています。そこで県の推進する地震に対する備えや対策のほか、住宅耐震化など家庭でできる地震対策のポイントなどをご紹介します。まずは県建築住宅課の宮本さんに住まいの地震対策の重要性についてお聞きしました。熊本地震では8000棟を超える住宅が全壊したのを含めまして、非常にたくさんの住宅が、被害を受けています。5年前に起こりました東日本大地震の時には津波による被害が特に大きかった地震だったんですけれども、今回の熊本地震では強い揺れによりまして建物が倒壊するという、怖さを改めて実感させられた地震だったと思います。和歌山におきましても、南海トラフで地震が起こりますと県の南部や中部の沿岸部を中心にしまして震度5弱から7程度の非常に強い揺れが起こることが予測されていますし、県の北部には中央構造線という活断層が走っています。和歌山に住む私たちにとっても地震に備えるということで住宅の耐震化を進めるということは非常に大切なことになります。県としましても県民の方々の命を守るために住宅の耐震化が進むような取り組みを行っているところでして、例えば昭和56年5月以前に建てられました木造住宅につきましては無料で耐震診断を受けていただくというように市町村と一緒になりまして、いろいろな支援を行っているところです。実際の住宅診断が行われた現場を住人の方と和歌山県建築士会のご協力をいただき取材撮影させていただきました。はい、まずは木造住宅耐震診断はどのような流れで行われるのか、実際の耐震診断の様子もご覧ください。まず行政の方に無料診断を申し込んでいただきますと、建築士会の木造住宅耐震診断士が電話で連絡を取らせていただきます。それでお伺いする日を確認させていただきます。その後訪問させていただくことになります。そこでですね、まずヒアリングといって建物が何年に建築されたのかとか、あるいはその雨漏れとかシロアリの状況、そういう聞き取りを最初にさせていただきます。この日は和歌山県建築士会の田辺さんが和歌山市の住宅を診断。居住者へのヒアリングに続いては何を行いますか？それぞれの家庭で設計図書ですね、図面があればそれをお借りするんですけれども、ない場合は実測をさせていただきますので、なくても大丈夫ですね。で、図面があればそれを元に各一部屋一部屋ですね、間取りに応じて窓の位置とか押し入れの位置とか、そういうところを実際に確認をさせていただきます。建物全体の部屋の確認が終わりますと、次に床下を見えないところですね、そこを確認させていただくことになります。大部分は床下収納等がご家庭にありますので、そこを利用させていただくんですけれども、
もし床下収納がなければ畳を上げてですね、床下を確認することができますので、どちらでも大丈夫です。で、床下は、例えば乾燥状況であるとか基礎の位置であるとか、あるいは水漏れがないかどうか、そういうあたりを目視で確認をして、写真を撮らせていただくという順番になります。で、次に、天井の上ですね、小屋裏空間を、確認させていただきます。その時に壁の土壁がですね、梁に当たっているかどうかということとか、あるいは火打ち材がちゃんとあるかとか、そういうあたりをですね、確認をして、写真も撮らせていただくという順番になります。以上が大体建物内の調査方法になりまして、それが終わると次に外部を確認します。で、外部は外壁の、クラックとかですね、ひび割れ状況があるかないか、あるいは基礎の、クラックとかそのあたり、あるいは、建物周りですね、犬走りの沈下がないかとか、そのあたりを確認をして、同じように写真を撮らせていただくという順番です。で、以上で、建物の診断は終わるんですけれども、だいたい1時間から2時間ぐらいでそれを終了させていただくということになります。それぞれのご家庭でですね、掃除をしなければならないとかそういうことは全くありませんし、建物を破壊するということもありませんので、本当に簡単に診断することが可能です。診断の結果はどのように報告されるのでしょうか。結果がだいたい1週間後ぐらいに出てくるんですけれども、それぞれのご家庭に報告させていただくんですが、その見本がありますのでね、ちょっとこれ見ていただこうと思います。診断させていただいた後ですね、こういう耐震診断報告書というのを作らせていただきます。この中には細かく建物の概要ですとか、あるいはこういう形でですね、間取りをこういうふうに入力をさせていただきます。この最後にそれぞれの診断させていただいた建物の評点というのがあります。上部構造、ここに、建物の評点が出ています。この建物の場合は 0.33、 これは見本ですけれども 0.33 と書いていますね。この 1.0 未満で 0.33 というのは、ここに解説があるように倒壊する可能性が高いという評価になっています。こういう、診断結果を1週間後ぐらいにそれぞれの診断させていただいたお宅に訪問して、この説明をさせていただく、それでここに署名をいただいて、またこれを市役所の方に持っていくということになります。最後に県民の皆さんへ県からの住宅耐震化のお願いです。地震はいつ起こるか分かりませんので、地震への備えとして住宅を耐震化するとか家具の固定をするとかいうことは非常に大事なことになります。実際の話としまして、益城町で去年耐震改修工事を行った住宅が今回の熊本地震を受けても被害がなかったというような話も災害派遣に行った職員が見てきています。いろんな補助制度を設けていますので、今回の熊本地震をきっかけにもう一度考えていただきまして、ご自宅の耐震化を進めていっていただければと思います。まずは耐震診断を受けていただきまして、ご自宅が地震が来た時に大丈夫かどうかということを確かめていただきたいと思います。住宅の耐震補助制度についての補足があります。はい、まずは既存の住宅の耐震化を進めるための取り組みです。耐震改修が必要かを判定する耐震診断については、木造住宅に対して耐震診断士を無料で派遣、非木造住宅では費用の3分の2が補助されます。また耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された住宅を対象に、耐震補強設計の費用と耐震改修の費用の一部を補助します。補助の対象は昭和56年5月以前に着工された住宅です。お住まいの市町村の耐震相談窓口、または県庁建築住宅課にお問い合わせください。耐震ベッドや耐震シェルターの設置費用も補助しています。補助の対象となる住宅や費用などについては、お住まいの市町村の耐震相談窓口にお問い合わせください。また県では地震によって家具などが転倒しないよう、金具などでの固定を呼びかけています。ご自分で取り付けが困難の方のために、
家具等固定施工事業者を紹介しています。お問い合わせは県庁防災企画課まで。防災和歌山のホームページでも施工事業者を掲載していますのでご覧ください。紀の国21、前半は地震から身を守るためにと題してお送りしました。紀の国21、後半は知事と語るです。今回は子どもの自立を育む教育の推進をテーマに三坂知事にお話を伺っています。ご覧ください。それではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて知事、和歌山の子どもたちがこれから未来に向けてたくましく生き抜いていくためにはどんな教育が必要だと知事がお考えなんでしょうか。はいはい、教育は本当大事ですよね。はい、と同時に大変難しいもんだなと思います ね、デリケートな子どもさん相手にして、でしかもそのものすごく立派に育てないといけないということですもんね。そうですね。いつも我々考えているのはこの6本柱ですね。はいはい、それで一つはまあ学力は高い方がいいに決まってますよね。はい、それから道徳教育、まあ、心の教育ですね。いい人を作っていかないとやっぱり社会に出てからね、子どもが損するんですよね。そうですね。それから体力の向上、はい、体も作らないといけませんね。そうです、大切ですね。それから和歌山のことを誇りに思うためには共同教育も大事ですね。それ最近富にやっぱりその世界の中で通用する人でないといけないということ で国際人の育成というのは大事ですね。はい、それから中等教育なんで大学に行く人は別にして、はい、就職する人もいますよね。はい、そうすると例えば高校で就職する人なんかをちゃんと世話をしてあげないといけないですね。その世話の仕方がおざなりだとね、はい、やっぱ子どもさんが将来若い時に泣くということになりますもんね。そういうことも考えなきゃいけないと、こういう、はい、6本柱で行こうというのが、ね、和歌山の教育なんですよ。なるほど。はい、これの一つも欠けてはいけないということですね。ではこの中の学力の向上から伺いたいんですけれども、はいはい、どういった取り組みが行われているんでしょう。はい、学力はですね、はい、まずね、はい、あんまり良くないんですよね。あら、はい、で、これ平成27年のところを見ていただきますと、小学生中学生と、もにですね、いいとこ中頃、悪い方はビリケツに近い45番っていうのはありますね。ありますね。ということで、はい、あんまりよろしくありません。はい、でじゃあどういうふうにしてやっていくかということは、はい、本当の学力をつけなきゃいけない。はい、まず先生の教え方によってね、はい、理解が随分違うんですね。だから教え方を勉強してもらわないかんので研修をね、はい、かなり広範囲にやったり、はい、それから人すごい上手なんですと言って、うん、でもお年だから引退しましたっていうのは多いですよね。あ、なるほど。そういう人にですね、はい、ちょっと指導教官に来てもらうとか、そういうことをお願いして全体の先生のこの教え方のレベルを上げていかないといけないと。はいはい、これが一つですね。はい、そしてもう一つ大切なことと言いますと、はいはい、これはですね、ついていけなくなった子に、あ、君はどこがついていけないんですか、ということを学校の先生がちゃんと聞いてあげて、はい、それでそこのわからないところを教えてあげる。はいはい、それでついていけるようにできるだけこう引き戻してあげる。これ実はね、補習なんですけど、はい、大変なんですよ。だけど子どものためにはね、それをお願いしたいと我々は思ってるんですね。で、皆さんもそのつもりでやってくださるということになってるわけです。はい、別のところではもう少しこう例えば管理的なところとか、はい、少しこう負担を軽くしてあげるというようなことも、教育行政としては必要だと思いますね。はい、なるほど。はい、そして昔はなかったんですが、国際人の育成というのが、はい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 、これ最近大変、そうですね、大切になってきますね。先生自体がやっぱりちょっと能力高くないといけないんで、その先生の能力を測ってね、先生に試験を受けてもらうとか、英語のね、それから生徒さん、中学3年生には英検の3級ぐらいを全部受けてもらうとかね、そういうことをやってきたんですよ。はい、でそしたらですね、実は随分ね、向上したんですね。はい、中学生の成績なんか、だからいいところはある。はい、例えば外国語の中で、はい、
英語ってありますと、はい、英語を勉強するというふうに頭がカンといくんですね、だけど大事なことは英語で何かするなんですよ。ですよね、はい、つまり英語をマスターするのも楽しくなってくるんです、そういうことですよね。ですからそのためにいろんな刺激が必要、はい、で、それじゃあねちょっと英語のよくできる人なんかはそれじゃあみんな集まってで外国から同じぐらいの高校生なんかを呼んできて、はい、でアジアオセアニア高校生フォーラムっていうのはね、はい、実は7月の終わりから8月の初めにかけて、5日間ぐらいやるんですね、はい、これはこう参加者高校生ですけどみんな英語でいろいろディスカッションしたりペーパーまとめたりね、発表したりね全部やるんですよ。すごいですね。すごい。で社交したりね、でその中で自分はこういうことが欠けてるしこれもっとやったらいいなっていうこと切実に分かってくるんですよね、はい、でそれでもっと高めていけばねこれは将来楽しみですよね。そうですね、続きまして道徳教育なんですがこちらも大切なさっています、はい、そうですね。どんな取り組みでしょうか。道徳教育はですね、はい、まあありていに言うといい人を育てるということなんですね、はい、教育の目標は私は実はこうだと思ってます、はい、いい人を育てておかないといい人でなければいい人と思われなければですね、はい、社会出てから人の協力を得られないから随分損をすることになる、はい、面白くない人生になっちゃうと思うんですね、でいい仕事もできない、はい、でそれならば今のうちにいい人になっておこうそういう訓練をしよう、はい、でそれはすなわちいい人になるための教育道徳教育なんですね。基本的には人に優しくしなきゃいけない、はい、かわいそうな人を思いやれそういうようなことはですね先生がきちんと教えるんですよね、はい、でということで実は教科書を作りました、はい、で小学生に対してはこの心の扉、はい、それから中学生に対しては希望への架け橋という教科書を作って、はい、それで学校でですねこの教科書に基づいて道徳の時間をきちんと取ってもらってやろうというふうに今和歌山県はなっているんです。ですから和歌山県の発展のためにはやっぱり今教育をしている人たちが、いい子に育ってくれるということは大変大事なことだと思うんですね。なるほど。また知事は郷土教育にも大変力を入れていらっしゃいますよね、はい、実はこれまた教科書を作ったんですね和歌山何でも長です、はい、これが教科書でございまして、はい、中学生には一人一冊もお配りするということにしました、はいはい、つまり学校へ置いといて家へ持って帰れないっていうんじゃなくて、もう個人のものとして家へ持って帰ってもいいということで家で読んでもいいんだという、はい、まあそういうふうにしたわけです、はい、それから問題は我々のような大人なんですよ。そうですね。大人なんですね、はい、で大人がですねいや和歌山ってたくさんいいとこあるのにみんな知らなくてねとかなんか言う人がうじゃうじゃいるんです、はいはい、一番知らないのがその言ってる人なんですね。そうですね、でそういう人にはですね、はい、ちょっとよっととこれ市販してますからこれを買っていただいてそれでもうものすごく安直に何でも分かるようになってるんですこれ、ですから、まあ、深くはありませんけどね、そうすると和歌山の何でも分かる何でも長なんです、はい、したがってそれをね勉強してほしいなと思います、はい、そしたら、はい、この間嬉しいことを発見しました、はい、私は理髪店に行きますね、で理髪店の店主、はい、かなりお年の方です、はい、その方が和歌山県って昔田辺県と和歌山県と新宮県に分かれてたんですってねって言うんですよ、はい、それでそうか違うと思うけどなとかなんか言ったらちゃんとここへ書いてあるよと言われたその方は克明にこれを読んでおられてそれで私にそれを教えてくださった。あ素晴らしい。ちょっと自分自身は少し恥ずかしかったんですけどもうものすごくいいことをしたと思って、はい、なんか嬉しくなりました。また、昨今の社会問題ともなっています、うん、そうですね、いじめ不登校なんですね。和歌山県で私はまだ記憶がありますけど知事になった時にいろんなデータをチェックしますね。そしたらねいじめってねビリから2番目ぐらいに少ないんですよ、はい、それで暴力っていうのが一番多いんです、はい、子供の、ええ、でこれおかしいんじゃないのと思ったら、うん、やっぱりおかしくて、はい、何か起こっているそういういじめ的現象を先生方が暴力だと言って報告をしていたっていうだけの話なんですね。なるほど。でそれは
やっぱりいじめなんじゃないのっていうことになったら、問題が起こったらどんどん報告しなさいっていう話にしたら、はい、いじめがあっという間に増えちゃって、ちょっと不明なデータですね。でしかしね、はい、あの実はね、はい、あのこれ見ていただきますと、はい、そう捨てたもんじゃなくて、アンケートの補足率、調査実施率は1位なんです。つまり、はい、徹底的に調べて問題があったらすぐ言いなさいと、で言っても別に問題ないようになっとるんで、で報告はどんどん来るようになってるんですよ多分。だから逆に言うと件数もちょっと多くなる、はい、だけどもっといいのはいじめ解消率ってあるでしょ、はい、でみんなで解消しようねっていうことになってるんで、これは任意なんですよ、はい、でこれも非常にいいわけです ね、 そうですね。だから本当は、はい、本当は道徳教育が大事で、はい、いじめなんかはしないようにするっていうのが一番正しいんだけど、はい、もしいじめをしてしまったら、それはあの隠さないで、みんなで解決をするということが大事なんですよ、一番ね。なるほど。だけど心配ですよね。そうですね、あの最悪の事態にならないかどうか、はい、で究極的にはやっぱり私は道徳教育だと思います。なるほど、はいはい、それから不登校の問題がありますが、はい、こちらも和歌山県では平成26年度のデータにおいて、うん、1000人あたりの不登校児童生徒数が小学校がワースト1位、はいはい、そして中学校がワースト3位と、この不登校については申し開きなく深刻です。そうですね、はい、何が原因でこうなったのかとか、はい、それからどうしたらいいんだというようなことについて必ずしもちゃんとした解を我々は持っていなかったというところが深刻なと思うんですよね。あ、なるほど。だからあの何をしたかというと、はい、まあ、これです、はいはい、和歌山県不登校対策に係る有識者会議というのを作ったんですね、はい、それで、これは国全体でももう大変だということになって、文部科学省が実はあの、森田先生というですね、あの第一人者がいらっしゃる徳島県の先生ですけど、はい、その方、に頼んで国としての対策も考えてもらってるんです、でその副座長格で、野田先生、はい、という方もあのいらっしゃる、はい、でこういう方々を実は和歌山の検討委員会にみんな来てもらっちゃって、それで和歌山 の、はい、あの有識者も入ってもらって、それで実はあのこの会議をで提言をしてもらったんです。あ、そうですか。だからこの日本トップレベルの提言であることは間違いはないんです。で、この、報告書によると、不登校を生まない学校づくりをまずしておいて、で未然防止の取り組みもしておいて、で早期発見早期対応の取り組みをして、はい、学校復帰支援をするということで、まあ、ことを細かくいろいろな対策が書かれてあるんです。で今度我々何をするかというと、はい、あの先生方がこれをまず読んでもらうということが大事なんですけど、あのその上で、教育委員会レベルで先生方がもっと行動しやすいようにね、なんか見つけた時に行動しやすいようにマニュアルみたいなものをきちんと作っていくとか、はい、それから発見もですね、はい、文部科学省の一般的なあの考え方だと、はい、確か30日ぐらいあの、はい、休まないと不登校とは言えないということになってるんですけど、そうじゃなくてもうちょっとだけ休んでも、うん、あのそれはやっぱりなんだって言って、原因を極めていかないと、はい、もうそのなんていうか焼きついてしまったら、うん、やっぱりなかなかこうほぐすのは大変ですよね。そうですね、ということで、はい、これからこれは徹底的にあの対策をやっていきます、はい、さあそして子どもたちの体力についてなんですが、はい、こちらの体力向上については大変うまくいっている。そうこれは ね、 うまくいってるんですね、はい、でこんなふうにあの20年度と27年度では顕著な改善があるわけです。随分、はいはい、これは上位ですね。丸ですね、はい、でこれはね、なんで良かったかっていうのを考えますと、はい、実はかなり悪かったんですよ。なぜ悪いかっていうのもこれ分かってて、で和歌山っていうのは地方部でしょ、はい、で地方部っていうのは昔はね、何里の道をものともせず学校に通ったりして、はい、今みんな車で通うんですよね。みんな体力落ちてくるんです。でこれをどのぐらい落ちて何をしなきゃいけないかってまず調べる、その1、はい、そのためにテストをしたんです、はい、そしたら原因が分かってきて、はい、やっぱりこう危機感が共有されたんですね、でその次に、少しこうだから体育なんかで熱心にやろうということになる、うん、それからその次にあの、エクササイズダンスというのをね、はい、あの考案したんですね、はい、
かなり激しいダンスなんです、はい、動かすことによって体力の向上を図ろうと、これは極めてうまくいってるんですよね。でまあその2つで、はい、だいぶ良くなったな。あでまあもっと良くなりしたいんで、さらに頑張ろうということですね。はい、さそれでは最後に県民の皆さんに知事からメッセージをお願いいたします。はいはいはい、ものすごくうまくいってる福井県なんてのがあるんですね。はい、福井県から牧野さんという教育企画官、はい、教育長の次のポストなんですけど、はい、そこに立派な人が来てもらって、はい、で今いろいろ指南をしてもらってるんです。でそしたらですね、分かったことが2つあって、1つはやっぱり学校によって随分差がある。で学校が荒れてる感じだったらやっぱり成績も悪い、はい、それからそうでないところは良くなってきた、それで学校の校長先生とか教育委員会のこの姿勢によってね、それはコロッと変わっていくということが、はい、まあ一つ分かったんですね。二つ目はね、はい、福井県と比べるとっていうことなんですけど、はい、やっぱりね教育における家庭の役割っていうのが和歌山県は非常に甘いところがあるということなんだそうです。うちでやっぱり教育問題、はい、それからしつけ、はい、それから道徳についてのお話とか、そういうのをちゃんと話し合う環境がねできてるかどうか、でそういうことがですね、やっぱり随分違うな。教育というと学校現場と子どもたちだけの問題になりがちなんですけど、はい、実は和歌山県の家庭を含むね、はい、大きな流れの中で子どもたちが育っていくんだということなんです。ですから学校現場の方は我々でね頑張ってやりたいと思いますので、はい、ぜひそういう点について欠けてるところがあったら頑張ってやってもらいたい、そんなふうに思いますね。はい、よくわかりました。今日はどうもありがとうございました。はい、以上、知事と語る子どもの自立を育む教育の推進をテーマにお送りしました。それでは今週のプレゼントです。はい、今週はごま豆腐を3人の方にプレゼントします。ではプレゼントクイズです。今週の後半でご紹介した知事と語るのテーマは1番観光、2番教育、どちらだったでしょうか。ご希望の方ははがきまたは紀の国21のホームページからご応募ください。はがきの宛先は郵便番号 640-8533テレビ和歌山紀の国21の係です。ホームページからのご応募はプレゼント専用フォームからお申し込みください。応募の際は必要事項をご記入ください。締め切りはどちらの場合も8月17日水曜日必着です。プレゼントの応募の際も番組へのご意見ご感想など一言メッセージをお願いします。では8月7日放送分のプレゼント、プロのカレーの当選者の発表です。はい、クイズの答えは2番県立図書館でした。当選されたのはご覧の5人の皆さんです。おめでとうございます。紀の国21、来週はスポーツ合宿の誘致で南紀エリアを盛り上げようという取り組みと、後半は日本人女性初の金メダリスト前原秀子さんを主人公にしたドラマ誘致など PR に向けた地元の取り組みをリポートします。それでは今週はこの辺で失礼いたします。